キングレベル2ということで、この間は足を使ってやったんですけど、めっちゃ足なんですけど、次はももでやっていきたいと思います。でこれで手からでいいんで、この間と同じように往復してもらえば大丈夫です。もうできないよって人はコツとして言えば、目線がずっと同じになるとやりやすいと思うんですけど、どういうことかっていうと、高くなったりしたら顔上がったりするんで、その当てる場所が定まりづらいってそうなると思うんで、ずっと目線はこの目線でちゃんとやりやすいと思います。はい、あと足の角垂直にもらってると絶対上に飛ぶんで、その分できると思います。はい、難しいと思うけど頑張ってください。